なんか基本的にツーリングって前に行ったところを何回も行きたいタイプじゃなくて、新しい体験とかをしたくていろんなところに興味持ったら行くようにしてるんだけど、今日はちょっと昔行ったところをちょこちょこっと巡ってこようかなと思ってます。まさか愛じゃねえだろうな。イエーって言って、もう思いっきり、ね、受け身野郎で生きてきたからあんまりその察することができなくて、そうだから今日はね、厚木とか箱根の方とか秦野とかそういう神奈川県の中央っていうか西部っていうかちょっと分かんないけど行こうと思ってるんだが、しかし混んでます。まずはちょっと腹ごしらえに、前から若干気になってて今日初めて行くところなんだけど、あ、初めて行くところじゃん、そうそう、ケバブ屋さんに行ってちょっと腹ごなししてからツーリングに行こうかなと。今ちょっと真っ昼間なんで。いや俺さ、たまに定期的に人に聞かれる質問ってあるじゃないですか。どんな人にでも聞かれる定型文みたいな質問、その中の一つに好きな食べ物何っていうのあるじゃん。あんまなくていつも困っちゃってて、何回も聞かれるけど何回も困ってて、だからテンション上がって食べた時に、うわ嬉しいな、好きだな、テンション上がるな、この味だなって思えるもの何かなと思ったら、シシケバブなんですよ。他にはあると思うんだけど、カツ丼も好きですよ。でもカツ丼そんな食う機会ないな。カツ丼とケバブ同じぐらいか、ケバブの方がどっちかっていうと口にする機会が多いかもしれないケバブも年に1回ぐらいなんだけどさ、ケバブね。あとでね、前にね、動画の中で話したんだか、生配信のね、声だけの生配信で話したかちょっと忘れちゃったんだけど、まあ今年の冬ぐらいでしたかね、お正月とか、あ違う、去年の末だったかな、ちょっと覚えてないんだけど、12月だったか1月だったか、前ね、ちょっと話したことどっかではあるんだけど、かなり年下の女の子がなんかと知り合ってすぐなんか気に入ってくれたみたいで、俺のことをね。で後から聞いた話だったから、その時は分かんなかったんだけど、なんかその子がなんか俺をね誘っていろんな話したいからと思って、好きな食べ物を聞いて、でそこじゃあ食べに今度行きませんか、よかったら行きましょうよって誘おうと思って聞いてくれたらしいんですよ。でそうとは知らずに、あまたその質問か、でも困っちゃうなと思ってひねり出したのがケバブだったんですよで特にないけど強いて言えばケバブかなって最近は思ってるみたいなことを言ったら、えって言われてでなんかで後で聞いたんだけど、その子がその時ね、心の中で実はいやいやいやと、ケバブなんか誘えないじゃん食べに、みたいな何か食べ物聞いて、じゃあこの食べに行きましょうよと、いろいろお話ししたいですみたいに誘おうと、勇気を持ってね誘おうと思って話聞いたのに、ケバブじゃ誘えないじゃんみたいになったらしいんですよ。もうっつって言ってない、俺ね言ってきてないけどね、そのケバブ事件がありましてあとあとなんか笑ってましたけどね、その人がね、本当あの時誘おうと思ったのにって言われて、おおと思って。まあ一応ケバブが着席してね食えるレストランとかもありますけど、やっぱ基本ケバブって、まあ、俺もそうだけど、ケバブサンド、ピタっていうんですかね、パンみたいな薄いクレープみたいなやつに挟んで食うケバブのイメージがあるし、俺もそれが好きっていうか、着席して食べるのも美味しいんですけど、サンドで食うケバブが好きなんですよね。そのなんかラフな感じっていうのかな。でまさに今から行くところはそういうサンドで食えるところで、なんか安くてすごい美味しくてって感じらしいんでそう、好きな食べ物のことをねいつも聞かれるから、好きな食べ物のことをなんて答えたらいいのか、いつも定期的に自分の中で考えてブラッシュアップって言ったらちょっとかっこいいんだけど、あ俺の好きな食べ物これかな、いやこれかなとか一応考えるようにしてるんですよ。でその時はケバブかなっていう時期だったんですよ心の中で実はよし、食べ物聞いて誘おうと思ってくれた人、俺さ自分が誰かをそういうに誘うことがないから、なんかよしこの人と仲良くなりたいから誘おうみたいな受け身野郎で生きてきたからあんまりその察することができなくて、好きな食べ物でただ興味本位で聞かれてるだけかと思ってさ、ここでケバブとか言っちゃうからダメなんでしょうね。もっとなんかなんだろうね、なんて言ったらいいの、誘われやすい水をまけばよかったの、そこでなんかね、なんか居酒屋とかで、居酒屋でおつまみ食べるのが好きとか言ったら誘われやすいのかもしれないですねめんどくせえいやこの間もね、この話していいのか分かんないんだけど、別に自慢するわけじゃないんですけどね、
駅を歩いてた時の話なんですけど、なんか何日後かに、そういえばこの間さ、あのどこどこの駅でなんか私がこう危なくないようにすごい気にかけてさりげなくこう気遣って見ててくれたでしょみたいな、歩いてる時にね、それが実はその時なんかキュンとしてたって言われたんですよ。こうさりげなくこう、でもずっとこう気にかけてって感じでね、俺が危なくないようになんか転ばないようにみたいな感じでさ、それを後日実はあの時っていう風に言われたんですよ。そこでね、こう女性の気を引きたくてそういうことやってる人間だったら、いやいや全然ハハハハとか言っときゃいいわけじゃないですかだけど俺はそういうタイプじゃないし、そういうつもりでやってないから、その人によく溺れたくてやってるわけじゃなくて、俺はいつもやってることだからみたいな、いや別に優しさじゃないからって言いました別に優しさじゃなくて俺にとって当たり前のことだからって、やって当たり前のことだし、あなた出会った当初からずっとね、あなたにしてることだし、 今に限らずね。でもっと言えば他の女にも全員してるその辺の見ず知らずの通りすがりの女もにもやってるって言って、わざと女呼びをしてね俺あんま女呼びしないんですよ。だから女性とか女の人とか女の子って言うんですけど、わざと女呼びして、もうどの女にもやってるっていうことでわざと自分を下げてなん か軽いじゃないけど、あもうわけ隔てなんかもう見境なくどの女にもなんかやってるよぐらいのさ、やって当たり前だよみたいなことを演出するためにわざと女呼びをして、もうどの女にもやってるしみたいな、実際やってるんですよ。なんだろう、それが優しい、優しくしようとかやってあげたいとかじゃなくて、俺にとってもそれが当たり前だから、気にかけること、危なくないかとか、こう言うとかっこよくなっちゃうんですけど、まあ、そういうんじゃなくてね、かっこつけたいとかじゃなくて、自分がそういう人間でありたいと思ってるからやって当たり前っていうのかな。例えば相手選ばず俺は見てます、見ず知らずの人でも。見すぎると変な感じで思われたら悪いから、なんか見てるみたいな思われたら嫌だから、直接見ないで間接視野で大丈夫かなと思って見てる時もあるし例えばピンヒールで高いヒールで歩いてる人とか、その割に歩き慣れてなさそうだったりとかさ、あとはパンプス履いた OL さんで特にかかとに絆創膏とか貼ってて、靴のからペロってちょっとかかとが覗いた時に絆創膏貼ってたりすると靴ずれしてるかもしれないなと思って、でそれで痛くて転ぶかもしれないじゃないですかとかあと女の子がさ、すごいデザイン性の高い可愛らしい靴とか履いてて、デザイン性が可愛いすぎるとさ、履き心地を犠牲してたりするじゃないですか、特に最近のこのプチプラだったりっていうのは。だからそういう女の子がちょっと歩き方がぎこちなかったりすると、足痛いのかなとか思って落ちてこないかなとか、あとはマキシスカート、めちゃくちゃロング丈のスカートとかだと、俺は直接見たことないけど、俺の友達とかでなんか裾が巻き込まれちゃってエスカレーターにねっていう話も聞くし、あと歩いててさ、太ももにまとわりついてなんか転んだりしないのかなと。俺スカート履いたことないから分かんないんだけどさ、あんだけ長いスカートが例えば風が強かったらちょっとこう肌にピチャってピチャじゃないピタかピチャってたら濡れちゃってるもんな。でもね、雨の日とか分かんないけど、肌にまとわりつきすぎちゃって、それでこうつんのめって転んだりしないのかなとか思うんで、特にそういう女性かな、見た目がどうとか知り合いがどうかとか関係なくて、なんかそういう人がいたら大丈夫かなと思って、エスカレーターとかね、階段とかで万が一ここで踏み外しちゃって後ろに落ちてくるとか、エスカレーターでなんか変な風になっちゃうとか、なんかそういう転んだりつんのめったり後ろに落ちてきちゃったりっていうのがもしかしたらあるかもしれないじゃないですか、特にそういう靴とか服装の人は、女性の場合ね。だからそういうのを気にかけて見てます、どの女にも見境なくすごい聞こえが悪くなっちゃうんですけど、わざとそういう言い方をして、いや誰でもやってるよっつって、勘違いしないでよねじゃないけど、めちゃくちゃ積んでるじゃんって勘違いしないでよみたいな。これ右方向ってそこかな、そこか。だからなんて言うんだろう、下心でやってないっていうのかな、俺からすると。なんか優しく思われたくてやってるわけじゃない、俺からするとずっともう10年ぐらいそういう風にしようと思って万が一に備えてねやってることだから、別に今更やって当たり前のことだから、なんかそういう風にしてたけど、いつもしてるから、その人と出会った頃からずっとしてるから、さりげなくね、なんかそこで大丈夫気をつけてねとか言うのは簡単ですよ。でもそれって表面的な優しさじゃないですか、なんかやってますよみたいな、
あなたによく思われたくてやってるっていう感じがすごいするんで、俺は誰に対してもやってるんで。見境なく。見ず知らずのどんな女にもやってるんで。ひでえ。自分で言って悲しくなってくるな。もうだけど、そういう風に言っちゃうんで、モテないんでしょうね。いや別に俺のって当たり前だから、俺は目指してる自分があるからガチ急に怒ってるわけじゃないけど、いや別にそういう友じゃないから、俺は自分の目指すべき己がはっきりあるんで、そのためにやってるだけだから、自分がやりたくてやってるだけだから、優しいとこじゃないから。よかれと思って言ってくれたのに、なんか ごめんって感じになっちゃうよね。急に熱くなってくるから、だってこういう、もしこういうのだったら危ないじゃんって言って、大丈夫です、モテるためにやってないんで、変わんないんで、貫いてるんで、別にカッコつけてもないし、それをカッコつけてるって思うんだったら、あの俺が10年やってきたこと、まあ10年やってきたことを誰にも証明できないけどさ、俺が知ってればいいと思うし、やってきたこと、誰より俺がやってきたことを知ってるからね、自分が。だし、もしそれを聞いてるとカッコつけてるよとか思うやつがいても、そんな俺にとって当たり前なこと、もう10年やってきて、それをカッコつけてるって思うやつがいるんだったら、それこそお前がカッコ悪いからカッコつけてるって思っちゃうんだろうし。ね、カッコつけられてない人間ほどカッコつけてるって思っちゃうんだろうからね。それがカッコがつくんであれば、カッコつけてるで別にいいし。すげえ話しちゃったな、これ全部カットかもしんねえな。どうしよう。で、なんかさ、イメージ上がんのやだなと思って、かっこいい感じになるのやだな、苦手だな。これ編集して結局喋りまくってさ、いやケバブ屋たかが行くだけのためにこんな話いらねくねって言って、結構全部バッサリカットするんだよね。悲しいよね。いいんだけどさ、 GO! おーおーおーあ、そうそう、モテないで思い出した。この間ね、なんか昨日一昨日か、10月にしてはめちゃくちゃ寒い気候になっちゃって、なんか12月ぐらいの気温だとか言って12度ぐらいだったんですよ、神奈川県も。その日もバイク通勤してまして、雨降ってまして、まあ、カッパ着ているとはいえ、カッパ直接は濡れてないけど、水をずっとまとってる状態だから冷えるじゃないですか、ずっと。やっぱ寒いわけですよ、冬の気温だから。でもかといって冬の服装を着て通勤できないじゃん、いくら冬並みの気温って言われてもさ、10月に頭に寒くて。で、夜ね、帰りに気を紛らわすためになんか知んないけど急に湧き出たフレーズがありまして、パンダパンダパンパンダイエーとかいう謎の歌が生まれたんですよ。なんかその時聴いてたどうでもいい音楽がなんか変なリズムだったんで、急にね、パンダパンダパンパンダなんかわかんないけど、でイエーって言って、そのイエーも思いっきり振り絞ってイエーってやることで寒さが紛れるかなみたいな。ケツが痛い温度でケツが痛いのを 5% 紛らわすことができる論理とあんま変わんないんですけど、パンダパンダパンパンダイエーって言って、もうイエーも思いっきりね、恥ずかしがらずに、パンダパンダパンパンダイエーみたいな、まあ、パンダパンダパンパンダサンバですよ、だからケツが痛い温度みたいに言うと、パンダパンダパンパンダサンバをやるんですよね、ずっとイエーとか言って、ずっと繰り返したんですよ、パンダパンダパンパンダイエーパンダパンダパンパンダイエーずっとイエーイエーってやってたら、真っ暗だったんで雨でね、気づかなかったんだけど、なんか暗がりみたいなところに上下黒の人がいて座ってたんですよ、なんかぼーっと。嘘だろと思って、イエーとかやんだ時にちょうどパッて目が合っちゃって、パンダパンダパンパンダイエーあイエーあみたいになっちゃった。イエー振り上げた拳が下ろさないっていうか、イエーの拳が下ろさなくてさ、パンダパンダパンパンダイエーええみたいな、ふんふんふんみたいな感じで通過して逃げたんですけど、そこでイエーやべっつって歌うのをやめたら俺の負けじゃないですか。だからいや、目があってびっくりしてちょっとイエーを振り絞れなかっただけで気にしてないしみたいな感じで最後まで歌い届けましたけどね。そこでパンダパンパンってやったら俺の負けだから、パンダパンダパンパンあパンダイエーイエーみたいな、パンダパンダおおパンダパンイエーイみたいな、やりきりましたよ俺は。まあ、そういうダサい話もね、混ぜていかないと、バランス取っていかないと、演出していかないと、ダサい自分を嫌われるように。
不特定化するの見知らぬ人に好かれないようにしないと。忙しいな YouTube って、やりたくねえな、ほっといて、俺だからほっといて。でもね、最近ちょっと好きな食べ物ケバブじゃいけないんだと思って、なんかないかなと思ったんですけど、まあ、言ってみればケバブも肉じゃないですか。だから俺肉好きなのかもしれないなって、うすうす今さらずっと生きてきてさ、好きな食べ物ないなないなって言ってきた最終着地地点、肉っていうアバウトジャンルじゃんっていう、食べ物っていうか大きなジャンルだよね、もはや焼肉とか唐揚げとかじゃなくて肉っていう 大海原みたいなところに出ちゃった。ここが目的地です、あなたの最終到達地点ですって言われて、海って言われてもさ、いやどこのどういう海とかじゃなくて太平洋ですって言われてる感じがするんだよ、江ノ島ですとかじゃなくて。で、肉かもしんないな、こっからもうちょっと突き詰めていけたらいいんだけどね、焼肉なのかな、どうなんだ。でもしょっちゅう行かないしな。いや、なんか肉ってやっぱちょっと高いイメージがあるんですね、庶民からすると。まあ、ちっちゃい頃とかその特にそういうイメージがあって、あんまり食べる機会がなかったんで、肉らしい肉を。本当は肉食いたいけど、なんか高いからやめといた方がいいかなとかいう時とかあるじゃないですか、なんか悪いよなみたいな。だから自然と肉を避けるような自分とかがやっぱいたのかもしれないなと思って。韓国料理のチヂミも好きかもしれない。でもさ、あの日本のね、あのお好みソースのお好み焼き、お好みソースのちょっと甘みのあるお好みソースで食うお好み焼きってめちゃくちゃうまいよな、最近気づいた。日本のお好み焼きも好き、お好みソースだったら。でも韓国ならチヂミうまいよね、本当に。相模川です、神奈川の一番有名な川かな、一応。どれどれ、あれだ、あなたバス停の奥の緑の看板のやつですね、よいしょ。めちゃくちゃでかい。いや、うまかったっすね。今まで食べたケバブで一番うまいな。一番好きかも。今まで食べたああいうサンドで。こんなさ、なんてことない道で、あ、なんてことない道じゃなかった、黄金色でめっちゃ綺麗だった、ごめんごめん、めっちゃ綺麗じゃん、やば、めっちゃ綺麗じゃん、パパダの美しさ、あらららら、あららららら、らら、右手にはドン、左手にはスン、ドン、スン、いいね、コンビで最高じゃねえか。良いね、一通じゃないよね、あそこ、こっちね、もういい道だ、ここよくね、この道、ちょっと何の道か分かりません。あ、最高なんだけど、こういう道やべえ、最高。あの雲がかかってる山もそれはそれでいいですよね、幻想的で。あー気持ちいい、あー最高じゃねえか。海星町グリーンサイクルセンターのそばの道ですね、あらららら、らもう一回こう行ったっても多分来れねえけど、気持ちいいね、危ねえ、おっと危ねえ危ねえ危ねえ、なんだこのパーキングは。あ、この左が箱根金太郎ラインなんだって、みんなが好きな箱根金太郎ライン。しかし行きません、残念だったな、俺は金太郎富士見ライン派だから、箱根金太郎ライン派じゃないから。来ましたね、足柄峠に。よっ、おいで、ちょっと強引すぎた。そこにね、足柄山って言ってちょっとした展望スペースがあるって、登っちゃおうかな。ほ、足柄峠、標高のね 50m、 行きましょうか。ヘルメットかぶったまま行っちゃおう。
いいですね、このふかふかの感じ。ふか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 。え、なんかピクニッカーがいますね。気まず。すげえ。めちゃくちゃいい景色だ。ケバブを追ってきてそこで食えばよかったかみんながほの、のんびりでピクニックしてる中、シシケバブをおもぼろに取り出す一人で、なかなかきついな。気持ちよい景色。あべ、隙間から W653 が見えてる。金太郎富士見ラインって書いてありますね。何気この足柄峠からの金太郎富士見ラインコース好きなんですよ。今日はちょっと曇ってるからね、あれだけど、富士山見えなそうだけど、富士見ラインっていうくらいだから富士山がね本当は見えるんですよね。わーお、これこれ、さっき上から見た景色、誓いの丘 500m 先、カップルがね愛を誓う丘かもしれないですね。誓いの丘でやってるカップルいますね。さっき金太郎富士見ラインで俺とすれ違ったカップルが、この後は誓いの丘でなんか誓おうとしますね。何誓ったんだお前たち。まさか愛じゃねえだろうな今日の晩飯だよな。鍋を食べることを誓います。他のメニューを見ては目移りしずに鍋一筋でってことだよね。まさか愛誓ってねえだろうな。何が愛だよ。愛なんていらねえんだよ。売るほどある愛に乾杯なんだよ。チアーズで、チアーズ。某ドラマの真似なんですけど、何が愛だよ。幻想だよそんなもの。どこにもねえんだよ愛なんて。ここ好きなんですよね。絶景、あとで U ターンしてこよう。あ、ここで U ターンしよう。どこがいいかな。一番良さげなところどこかな。お、駐輪スペースあるじゃない。あー、いいじゃないですか。本当はね、山が見える、富士山見えるのかな。あの辺怪しくね、富士山っぽいオーラ出てない、あそこ、なんかこう違うかな、ちょっとわかんないけど、良いですよね。お、かっこいいな。かっこいいじゃない。いやね、実はね、このカメラってつけてると結構重いんですよ、首元が。だからね、ついないと楽なんですよね正直。あとやっぱカメラついてるって感じでちょっと目立つし、なので今日はもうここで珍しく、帰りさ、どうせちょこちょこ抜けたらもう246でひたすら死ぬほど混んでる道なんで、もうここでバイバイしちゃいます。皆さんもね、足柄峠と金太郎富士見ライン、箱根金太郎ラインもあるから、いろんなのと組み合わせて行ってみてください。箱根ルートに組み込んでも良いしね。俺はこれで帰っちゃうけど、じゃあね、またねどうやって思ってたっけ、いつも動画最近撮ってまともに撮った記憶ないから、どうやってじゃあねなんかやってなかったよね。まあいいや、じゃあね。4拍手1で。